元ブラジル代表 FW のロナウド氏が7日付のイタリア紙ガゼッタ・デロスポルトのインタビューに応じ、ユベントスの FW クリスティアのロナウドについて手自身のみ解を示した。今年で42歳を迎えたフェノーメの怪物ことロナウド氏は、今シーズンからユベントスでプレーするCロナウドについて語った。同名であることに加え、ポジションも同じ FW であるため、比較の対象となることがあるが、元ブラジル代表 FW は有名 FW との意を自ら説明している。リストに挙げようか？まずは年齢。私と彼はかなりいい。9歳。もちない。プレイしたとき、代も違う。サッカーは今年、速いスピードで変化しており、その変化、はますます、スピードアップしている。私の時代、はもっと難しかったと、か、そんな、ことは言いたくない。所属チームも、違い、周り、の状況はか、なり違うと、思う。イタリアリ、グイ加入、した背景も、違う。私は当時20歳で PSV やバルセロナでまずの成績を収めたが、まだ多くの実績を残していなかった。まだ王者になる途上であると私自身は感じていた。クリスティアのは33歳でイタリアへやってきた。選手としてつくづく期を迎えているし、すでに王者として完成した後だと言える。似ているか似ていないかと言ったら、彼とは似ていない勝っただろう。今は彼もかな理心仲よりリでゴールに非常にいい位置でプレーしているけどね。ポジションや演じる役割も違う。それに最終目的は一緒で、のゴールへの近づき方、到達の仕方は違う。以前はアシストでもゴールと同様に満足していたかもしれないが、今は違うだろう。ね、そう、ゴールへの貪欲さは私たちにほぼ共通だね。